あのさ、店行ってから話そうと思ったが、これエミリーと九州へ行くことにした。ラーメンもこれが最後かな。エミリーだ。エミリーと誰だ。まさか本気にするなんて思わなかった。子供だからきっと勘違いをしてたのね。進学率のためだったの。感謝してほしいくらい。あの子が言いふらしてたみたい。他の子は少しの辛抱だ。すぐに迎えに行って式を挙げよう。嬉しい。エミリー、そっか、今日だったんだな、出発。俺それすら知らなくて、ついていくとか舞い上がって俺。いいんだ、ありがとう。俺がバカだったんだ。エミリーは悪くない。エミリー、ありがとうな。帰ろう。